第10回参議院議員通常選挙は1974年7月7日に日本で行われた国会議員の選挙である。かねてから物価上昇や地価上昇が社会問題化し、田中内閣による経済失勢への批判が強まる中、各社とも内閣支持率は20%を割る低水準となっていた。危機感を抱いた 田中角栄は、当総裁として企業から集めた巨額の選挙資金を使い周表を図った。当時は、新幹線も高速道路網も発達しておらず、総理大臣が遊説に回るとしても1日1カ所の演説が限界であったところを、田中は大型ヘリコプターなどを投入して46、都道府県147カ所を回った。この際、ヘリコプターは2台用意されており、 このうちの一台は選挙後に田中の近県選挙を批判したマスコミが利用することになった。選挙は投票率が史上最高の73%に高まり野党に票が流れた結果自民党が目標とした参院下半数維持に必要な63議席に一つ及ばず敗北。田中が党内外から求心力を失うきっかけとなり秋にかけて 近県問題が問題視されるに至って、対人に追い込まれた。しかしながら、この選挙で見せた伝説的とも言える田中の遊勢の姿は40年の年月を経た後に、文芸春秋2014年8月号で特集されるほど、人々の記憶に残るものとなった。その一方で、自民党内では、徳島県選挙区の投稿人をめぐって、三木武夫と田中の対立が表面化。 改選数1に対して、党執行部は、新人の後藤田正晴を公認。公認を得られなかった三木派の現職、久住健太郎は、無所属で出馬。両自命による激しい選挙戦は、三角代理戦争と呼ばれ、双方の陣営に大きな過根を残すこととなった。この選挙がきっかけとなり、徳島県内の自民党は三木派と反三木派で分裂。 その後の国政選挙や県内の市長選挙においても両派は革新陣営をも巻き込み後に阿わせん層と称されるようになった激しい選挙戦を展開一連の対立は三木と田中が政治的影響力を失う1980年代中盤まで続くこととなった投票日東海地方は七夕豪雨という水害に見舞われた三重県伊勢市では 市内1000個以上が床上浸水、交通機関が停止する事態となり、投票が延期された。自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、自民党、社会党、公明党、共産党、苦戦の原因は、複数区、全国区での不審であった。しかし、一人区では追加公認一人を含め、25勝1敗と、絶対的な強さを見せ、 二陸以上と交代賞の結果となった。特に北海道選挙区では公認候補2名を擁立したものの、これとは別に自民党の政策集団であった政卵会が政卵会公認候補と称して高橋達夫を擁立。自民党の公認候補は高橋にかなりの票を食われ、友倒れした。野党は日本社会党は一陸で、 自民党に歯が立たず、前回より議席を減らした。代わって議席を伸ばしたのが公明党、日本共産党で、公明党は北海道選挙区と福岡県選挙区、共産党は北海道選挙区と大阪府選挙区で初めて議席を獲得した。全国区では自民党公認でトップ当選した宮田明はじめ、2位と3位に市川ふさ青島幸男が入り、 タレント候補の強さを見せた。公明、共産、タレント候補の躍進は、野党の多党化が一層進んだことを示した。結果として、与党128、野党124という僅差となり、白中国会が生まれた。国民的人気を売りにしていた田中にとって、予想外に振るわなかった前回衆院選に続いての苦戦は大きな痛手で、党内外での求心力を失っていった。 そして立花隆らによる田中金脈問題の追求を受け、12月9日に内閣総辞職に追い込まれることになる。公認は椎名裁定により、三木武雄内閣が発足した。ありがとうございます。